さあ高い位置奪ったぞ、前を向く林、右足打って1点を返した。金沢反撃、1点返しました。林正道、先輩中山の前で忘れてもらっては困ると反撃の嵐、4対1。相手のビルドアップのミスを、ね、見逃さずにこう、はい、しっかり前向きにつないで最前列にいる林選手に、松本選手ワンタッチにつなぎましたし、このハンドも非常に素晴らしかったと思いますね。で最後のフィニッシュも林選手しっかりキーパー見て落ち着いて決めてますので、まあ、4点差で負けている状況ですけど、この林選手の落ち着きというのは、ね、非常に良かったと思いますね。さあ前向きになりました。抜け出し自分でいった、返しました金沢。後半狙いの見えていたショートカウンターでした。まさにショートカウンターですね。山形が多少リスクを上げてでも、ここセンターバックに今山崎選手からの縦パスですね、はい、なのでもう1枚いないと、でそこにしっかり縦に入れて丹羽選手潰れながら、いやいいコースだと思います。最後これ抜け出した松本ひろやです。松本選手ですね。まあ、この1点で本当このゲームはまた分からなくなりますよね。から縦パスワンタッチ、松本シュート決まった。先制金沢、リフレクションありました。決め切ったのは松本ひろや、先制は金沢。立ち上がり5分です。そうですね、思い切ったいいプレーでした ね。この松本ひろや、今シーズン3点目が生まれました。まあ、ここで一度跳ね返されるんですけど、また拾って、はい、まあ、ここのターンも良かったですね。結構刻みなパスから、まあ、シュートはちょっとラッキーなところはありますけど、まあ、ここまで運び方だったりは非常に良かったと思うので、まあ、シュートの意識というのも良かったなと思います、はい、最後折り返したゴール前シュート、追いついた。同点金沢、林のゴールで追いつきました。2対2、見事なクロスに落ち着いて合わせました。まあ、ここを上げずに1回戻してからの、まあ、杉浦がよく林を見てましたよね、はい。まあ、少しマイナスに行って難しかったんですけど、ね、まあ、ヘディングでよく落としましたね、はい。まあ、やっぱり林のこのスペース、まあ、落ちてくるかな、